岡山大学の広畑です。それでは発表を始めさせていただきます。まず最初にこちらにお示しをしますのは、日本人の死因別に分けた厚労省の人口動態統計の結果です。ご存知の通り、日本人の死因の第1位は悪性新生物、いわゆるがんということになっております。約38万人の方が2021年の統計ではお亡くなりになられております。今では日本人の2人に1人ががんにかかる時代というふうに言われております。こちらのスライドは日本人の主な死因別の死亡率の変化を表したグラフです。昭和22年から令和3年までの統計がこちらのグラフになっておりますけれども、ここに黒い線で実線で表しているグラフ、これが実はがんの死亡率の変化を表したグラフの結果です。他の心臓病や脳血管疾患、あるいは肺炎などと比べて、がんによる死亡率というのは今のこの現代においても年々上がってきているというのがよくわかると思います。ここ数年、大きな問題となっている新興感染症であるコロナウイルス感染ですが、約1.6万人というふうに言われています。令和3年のデータでは、がんによる死者の数というのは人口10万人に対して300人を超えていますので、いかにがんによる死というのが重要なことかというのがよくお分かりいただけると思います。さて、このがんの治療法には大きく3つの治療法があります。すなわち、抗がん剤による化学療法、それから外科的な手術、そして3つ目が放射線治療というこの3本柱ががんの治療の主体になってきます。最近では第4の柱として免疫療法が効果を上げていますが、やはり抗がん剤による治療というのは、がんの治療の主体の部分を成しているというふうに考えています。さて、ここでご紹介したいのは、2つ代表的な抗がん剤です。ドキソルビシンとトラスツズマブという2つの抗がん剤ですけれども、ドキソルビシンというのは抗生物質の一種です。ドキソルビシンは非常に多くのがんに対して有効な抗がん剤です。例えば、乳がん、悪性リンパ腫、肺がん、消化器のがん、膀胱がん、骨肉腫、尿路上皮がんなど様々ながんに非常に有効な抗がん剤であります。次に、トラスツズマブは、ハーセプチンとも呼ばれますが、分子標的治療薬と呼ばれるタイプのお薬です。このトラスツズマブは、ARBB2 というものに対する抗体の医薬です。ですので、この ARBB2 がたくさん出ているような、例えば乳がんに対しては、非常に治療が奏功する。劇的に効くお薬だというふうに言われて、注目をされています。そして、この2つのお薬に共通する事項として、この心毒性という心臓に対する悪い作用を持つという副作用が挙げられます。後でも出てきますが、このドキソルビシンによる心毒性というのは、不可逆的な副作用のため、起こるのを早く見つけないといけないというモニタリングが必要になってきます。また、例えば乳がん、ARBB2 陽性の乳がんの場合には、このドキソルビシンとトラスツズマブを併用する治療というのが選択される場合があるわけですが、この併用治療を行うと、より心毒性が増強してしまうというのがネックとなっています。このドキソルビシンによる心臓の毒性というのは、ドキソルビシンの相当余量がある一定の量を増えると、その起こる割合というのが急激に増えていく。すなわち、用量依存性で起こるということが知られています。
ですので、せっかくドキソルビシンが有効に作用していても、ある程度の投与量に達してしまうと、ここから先は心毒性が起こるかもしれないという悩みを常に抱えながら、治療を選択していかないといけないということになります。そして、このドキソルビシンによる心毒性は、服薬的な心筋障害で、一旦起きてしまうと、以後、長期にわたって心機能の低下をきたします。しかも、効率に、この障害がひどくなったり、少し良くなったりというのを繰り返して、徐々に死亡に至るというリスクを高めるという側面があります。一方、トラスツズマブによる心筋障害は、用量依存性ではありません。で、多くは回復する、つまり投与を一時中止すると少し回復するというふうにされていますが、約3分の1の症例では心機能の低下が宣言するという報告もあります。このようにドキソルビシンとトラスツズマブという2つの有効な抗がん剤はいずれも心毒性を持つというところが課題です。その心毒性の発現パターンなどはそれぞれ違うのですが、いずれも心毒性を持つというところがネックになっています。そしてこの心毒性を起こす分子メカニズムというものが徐々に分かってきました。まずドキソルビシンによって起こる心毒性の発生機序です。ドキソルビシンというものは細胞に対して酸化ストレスを起こし、活性酸素、ロスと言われるものを過剰に産生させるということが分かってきました。このロスが過剰に産生されると、アポトーシス促進因子を活性化したり、あるいは細胞内情報伝達経路である PI3K-AKT や ARC1-2 などの活性化をきたします。その結果、心筋細胞のアポトーシス、あるいはミトコンドリア障害、繊維化、オートファジー更新などをきたすということが明らかとなってきました。一方、トラスツズマブは ARB2 を阻害します。ARB2 自体は、この PI3K、AKT 経路、あるいは ARC1-2 経路を阻害する、抑制的に働いているのですが、この阻害が取れてしまうことになるため、結果的にこれらの経路が活性化され、同じくアポトーシスやミトコンドリア障害、繊維化、オートファジー更新などにつながるということが明らかになってきました。で、これらの問題点に対する現状です。現状ではこれらの心筋障害を防ぐ手段というのはありません。では現場の医師はどのようにしているのかと言いますと、とにかく早期発見に尽きるというのが現状であります。すなわち心臓のエコー検査、あるいは心電図、胸部レントゲン、または心筋トロポニン T という心筋障害のマーカーや、脳性ナトリウムリニオペプチド、BNP などの心不全状態を表すようなバイオマーカーをこまめにチェックすることによって、心機能の低下が起きていないかどうかというのをモニタリングをして、起きてきたら抗がん剤の投与を中止すると。言い換えると中止せざるを得ないということになっています。一方で患者さんには心不全の症状、呼吸困難、咳、息切れ、動悸、むくみなどが起きた場合には早く病院に連絡するように指導を行います。ただし、この心毒性が起きた初期には、心臓の機能の低下を認めても、こういった心不全の症状を認めることは少なく、患者さんが症状を自覚する頃には、実は心機能低下が非常に進行している場合が多く、先ほどお話をしたように、ドキソルビシンによる心毒性というのは、戻ることはありませんので、手遅れになってしまう場合もあります。つまり、この抗がん剤による心毒性を回避する抜本的な方法というものが必要であり、例えば、心毒性を軽減する手段や薬剤の開発が求められています。
本研究の目的は、私たちが酸化ストレスを抑制する作用を発見した好酸球カチオン性タンパク ECP の投与により、この抗がん剤による親毒性を低減できるかという目的で行いました。先ほど話をしましたように、抗がん剤による親毒性というのは、酸化ストレスを中心としたミトコンドリア障害やオートファジー、線維化、アポトーシスなどを中心としています。この ECP を抗がん剤に併用することで、こういった親毒性を抑えられるのではないかというふうに考えました。まず、心筋細胞を用いた実験の結果です。こちらの左に示すのは、心筋細胞に酸化ストレスを起こした実験です。過酸化水素を添加すると酸化ストレスを生じます。酸化ストレスの結果、心筋細胞は酸化ストレス、過酸化水素の濃度依存的に徐々に細胞が死んでいきます。一方、こういった過酸化水素にこの ECP を併用しますと、細胞が死ぬのを抑制することができます。また、こちらは酸化ストレスの発生量を調べた実験ですけれども、酸化ストレスに、ドクソルビシンを添加すると、酸化ストレスがドクソルビシンの濃度依存的に増加してきます。それに対して、このドクソルビシンに ECP を併用しますと、酸化ストレスが発生するのを抑えることができます。次に、ラットを用いた動物実験の結果をお示しします。抗がん剤を投与したラットに対して、抗がん剤プラス ECP を併用したラットで、酸化ストレス、心筋のアポトーシス、それから心エコーによる心機能の測定、心筋障害マーカーであるトロポニン T や心不全のバイオマーカーである BNP、またはオートファジー、さらには心筋組織を受ける線維化などを検討しました。抗がん剤投与ラットでの実験結果です。まず、抗がん剤投与による心筋酸化ストレスの評価を行いました。NOX1 や LAC1、あるいは HO1 や SOD2 といった心筋酸化ストレスマーカーはいずれも抗がん剤投与により増加します。これに対して抗がん剤に ECP を併用しているラットでは、いずれの酸化ストレスマーカーも抗がん剤投与に比べて軽減させる効果が得られるということが分かりました。次に、抗がん剤投与によるアポトーシス関連遺伝子の評価です。シトクローム C、バックス、バッドといったアポトーシス関連遺伝子の発現は、抗がん剤投与ラットではいずれも上昇していましたが、ECP を併用した群では、これらのアポトーシス関連遺伝子はいずれも抑制することができました。次に、心エコー検査による心機能の評価です。まず、左室内径短縮率を調べましたところ、抗がん剤を投与したラットでは、心臓の左心室の短縮する割合というものが大きく低下していました。これに対して、抗がん剤に ECP を併用したラットでは、その低下する度合いが軽減していました。また、心臓のポンプ機能を表す指標である左室屈出率も、抗がん剤投与ラットでは大きく低下していましたが、ECP を併用したラットでは、それが抑制される効果があるということが分かりました。次に、心不全マーカーである BNP、心筋障害のマーカーであるトロポニン T を検討しましたところ、いずれも抗がん剤投与ラットでは BNP、トロポニン T とも増加していましたが、ECP を併用した群ではそれらが軽減していました。次に、細胞内情報伝達系の ARC、そして AKT のリン酸化活性化を検討しました。こちらにお示しをしますように、リン酸化した ARC は抗がん剤投与により増加しています。同じく AKT のリン酸化も抗がん剤投与により増加をしていました。
一方で、抗がん剤に ECP を併用した群では、ARC のリン酸化、AKT のリン酸化、いずれも抑制をする結果がある、効果があるということが確認できました。次に、オートファジー関連遺伝子の評価を行いました。BNIP3、ATG5、LC3B、これらオートファジー関連遺伝子は、いずれも抗がん剤投与により増加していましたが、ECP を併用することにより、いずれも抑制することができました。ここまで実験の結果を簡単に図にまとめていきたいと思います。抗がん剤による新毒性の基準として、まず酸化ストレスの促進というものがあります。酸化ストレス促進因子が過剰に発現した結果、ロスが産生され、その結果、アポトーシスが誘導されます。これに対して ECP を併用することにより、これら酸化ストレス過剰の状態を抑制することで、最終的には心筋細胞のアポトーシスを軽減することができました。次に、オートファジーに対する効果です。酸化ストレスの効果とは別に、オートファジー関連遺伝子である BNIP3、ATG5、LC3B などのオートファジー関連遺伝子が抗がん剤投与では増加いたします。これに対して ECP を併用することで、これらオートファジー関連遺伝子を抑制することができるということが新たに明らかとなりました。次に細胞内情報伝達経路です。抗がん剤の投与は、ARC や PIK3、PI3K、AKT などのシグナルを活性化し、これらの情報伝達系の活性化は、やはりアポトーシスやオートファジーに作用します。これらを ECP は抑制することで、結果的に、心筋細胞のアポトーシスを抑制することができるということが分かりました。心筋細胞のアポトーシスの結果起こる心機能の低下、ポンプ機能の低下、あるいは心筋細胞の障害というものがあるわけですけれども、ECP を投与すると、これらも抑制する、軽減することができるということが明らかとなりました。細胞内レベルでは ECP は PI3K、AKT、ARC1-2 シグナル伝達経路に関与し、最終的には酸化ストレスやオートファジーを調整して心筋保護系効果を発揮するというふうに考えています。まとめのスライドになりますけれども、この抗がん剤による心毒性というものは様々なメカニズムで起こるわけですが、この ECP はそれらの様々なメカニズム、あちらこちらに作用することができます。そして最終的に心筋保護効果を発揮することができるということが明らかになりました。最後に心臓組織における線維化への作用を示すスライドを1枚提示したいと思います。抗がん剤を投与しますと、このように心筋の線維化が起こってまいりますが、抗がん剤に ECP を併用すると線維化の軽減を認めることが明らかとなりました。新技術の特徴と従来技術との比較です。抗がん剤による治療の問題点である、この抗がん剤の新毒性というものを新技術を使って軽減することに成功しました。この新技術を併用すると、酸化ストレスやオートファチなどを抑制して、心機能の低下を抑制できました。この方法を使うことにより、例えばドキソルビシンの総投与量を増やすことができます。そうすると、よりがん治療を完遂することが期待され、抗がん剤による治療効果を高めることが期待されます。想定される用途としては、例えば、新毒性を持つ抗がん剤や、その他の薬剤に併用することで、この新毒性の副作用を軽減するメリットというものが最も大きいと考えています。また、これらの目的以外にも、心臓以外の病気でも、例えば酸化ストレスやオートファジーが原因であるような病気に対しては、
そういったものを抑制する効果が得られることも期待されます。また、最後の示しをしました線維化への作用ですけれども、起きてしまった線維化を治療する抗線維化治療薬というのがいくつか実用化されていますが、同等な保護効果を持つというふうに期待されています。その抗線維化によって心機能保護効果があるというふうに考えますと、例えば心筋梗塞などの抗がん剤による心毒性以外の心臓疾患の治療にも展開することが可能であるというふうに考えています。実用化に向けた課題です。現在、この ECP が心毒性を抑制する様々なところに作用するということは確認をしていますが、では本当にがん治療に対して、総投与量を例えば増やすことで治療効果が上がるのかという点が実はまだ未解決です。今後、単眼動物モデルなど基礎実験データを取得し、臨床治験に適用していく場合の条件設定を行っていくことが必要です。また実用化に向けては、ECP の作成法、投与量、投与時期など様々な条件を確立する必要もあります。企業への期待する点としては、例えば ECP の大量生産をどうするかという点がありますが、これはおそらく昆虫細胞や哺乳類細胞などを用いた技術により克服できるというふうに考えています。また、新薬を開発する技術と経験を持つ企業との共同研究を希望しています。他にも、心臓の副作用があるためなかなか実用化できないような薬剤への対策を検討中の企業、あるいはがん治療分野への展開を考えている企業には、この技術の導入が有効であるというふうに考えています。本技術に関する知的財産権はこちらにお示しします通りです。お問い合わせは岡山大学研究推進機構知的財産本部の方へお願いいたします。以上で私の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。